一方、町内では24日、陥没した道路に軽自動車が転落し、70代の男性運転手の行方が分からなくなっています。行方不明から1週間経った今日、警察は体制を強化し、機動隊や航空隊などおよそ80人で下流域を中心に捜索を行いました。隊員たちは川の中が濁っていて見えにくいため、棒を使いながら川底の様子を調べていき、上空からはドローンやヘリコプターで捜索を行いました。必ず見つけ出し、ご家族のもとにですね、戻しするという強い決意をですね、今回込めて全力で捜索を実施します。